東京バイシクル TV というですね、こっち側がライトターンするとですね信濃町なんですけど、こっちにレフトターンするとですね青山一丁目なんですよ、地下鉄の。でなんか青山っていう地名が宮渋谷なんじゃねえかなっていうことをちょっと今調べたらですね、まあ、信濃町側行くと代々木とかあっちですね、千田ガヤです側の新宿御苑行っちゃうんですけど、こっち側の青山一丁目方面行くとですねなんか道にぶつかるみたいなんですよ。でそれをライトターンすると渋谷スーンするっていう感じだったんでね、こっちが回ってみたいな。このゴンダワーラを四ツ谷から来るとレフトターンすればいいんですよ。そして青山一丁目にぶつかるんで、青山一丁目をライトターンじゃん、ライトターンですね、すると渋谷方面になるっていう、今日はもう立春なんですよ、立春。今日は立春なんでね、すげえ暖かいというか暑くてね、冬の格好してきちゃったんで、ね、大変ですよ。今日は立春なんですごい暖かいです。御所、東京御所っていうのがあるし、それは何なのかね、ジャパニーズの私もよく分かってないの、アイドンノーしちゃったんでちょっと後でリサーチするしかないんですけど、まあね、ポリスメンたちが目を輝かしたんでね、なんか御所を大事にしてるような感じなんですよ。こっちはね、何があるのか分かんないんですけど、渋谷北青山ですね、青山は渋谷の隣みたいなもんなんで、ここはすぐ行けば渋谷側なんでしょうね。謎のね、青山一丁目自動遊園って感じです。なんかあれじゃないですか、都営住宅じゃないですか。まあ、すぐ行って突き当たりじゃないですね、青山一丁目行ったら右にライトターンすりゃいいよっていうことなんで、青山、青山ジュニアハイス、港区なんですよ。港区ってこんなとこ港区なんですよ。ファミリーもいますね、ちびっ子がチャイルドいますからね。ちょっと代々木公園はですね、このストリートファーストタイムかもしれません。こうやって行くと青山サブウェイの青山屋一丁目ステーションが、ね、出てくるっていう、サブのステーション3つありますよ、大江戸線、銀座線、半蔵門線。結構便利な場所なのかもしれませんね。ここただサラリーメンたちが亡命しちゃって、あ、このここをライトターンしないと渋谷に行かないんですよ。ここ
と厚木までね49キロ渋谷まで3キロってなってますんで、なるほど、青山一丁目って四ツ谷からこう来るんだな。でちょっとねちょっとスタディしちゃったんでラーニングしちゃいました、ね、これでかいね、なんとか通りって名前ついてるんでしょうけど、ついにね、フォーリナーツーリストたちにね、大人気のツーリストアトラクション渋谷スクランブルクロスイッチ行っちゃいますか。ここ明治神宮外苑、明治神宮なんですか、明治神宮外苑とかです。カーズだね。走ってる。上に走ってる。上にドライブ中。ちょっとデンジャラス。まあ、片手のバイスクルドライビングもかなりデンジャラス。牛タン焼き変味とかもありますから、ガガってのは何でしょうね、レディーじゃなさそうですけど、かなりのガガ感が半端ですね。ガガが 1,2,3,4,5,7 個ありますから、セブンタイムスですから。もう今すごい、もうすごいマリオカートみたいな感じで、怖いっすね、これ。危ない危ない。なんで湘南。しょうもねえんですよ、湘南ナンバー。東京のところ。走って調子乗っちゃって。お前ら田舎帰れって感じですね。ただですね、だいぶ、まあ、まだあと2キロぐらいあるかもしれないですけど、外国人、もうこの辺りいそうな気がするんですけど、あんまりいないっすね。バーガーで来るけど、もう引いたら当たり屋のようにね行っちまおうかなっていう気持ちだな。あ、さっきのマリオカートみたいなドリフターが、ドリフターとかになります。スマホ見てるやつ、まあ、ああいう感じでスマホしか見てないでね、歩いてるね、バカだな。あ、あでもね、ちょっと外国人の人出てきましたね。上部からどこに来たんでしょうね。これ青山なんでしょうね。あ、ここもうあれです。あれです。
これバイシクルじゃねえよ、今外国人がバイシクルしてるような気がするんですけど、外国人バイシクル、危険っすね。あの道路がね、線が多いからね、左側に フリーパーキングしちゃってるやつがいっぱいいるんですよ。そのフリーパーキングをかわしに行こうとするとね、こういうタクシーとかもこうなんていうんですかね、とんでもない中途半端な止め方してるんで。まあ、デンジャラスゾーンかなっていう感じがしますけど、そのあたりはね、気にしないで、もうあの引いたり引かれたりやっていくしかねえかなっていう。まあ、バイシクルにね、この青山通りをね、適当にこうやって惰性で走ってるっていうね、惰性感じですけど、このね、なんか都会感はあるんですよ。ここいつになったら渋谷なのかわかんないし、なんか蕎麦屋ですね、ミオタあれです、行列できてますね。タクシーのねあれが嫌ですね、中途半端止めが、かわすこともできないし、渋谷よりも車両使う出てるとは思うんですけど、どこで一旦区切ろうかって走ってたやつがどうかわしてるか、ランニングしてるやつ多いっすよね。インペリアルパルス並みにランニング名たちがいるんじゃないかって感じで、またかわすのがめんどくさいな、スマホしか見てないから。なんかありますね、表参道しちゃってんじゃないですか、これ多分ね、表参道です。表参道駅前って書いてます。レフトターンすると西麻布です。バイオハザードかね、あの車が怖えな、あの車なかなか怖えだろ、引かしちまうかなっていう感じで、南青山5丁目ですけど、一回止めたいんですよ。この南青山五丁目でですね、ちょっと一回なんか建ててますけど、なんかでかいね、こういう南青山五丁目しちゃいましたけど、一回ちょっと見て。